俺の今この背負ってるもんを聞いてくれって、うん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 、まずこれを言いたいみたいな。これそうですね。ちょっと待っていいですか、はい、これね。はいどうも、NG8 です。全世界の皆様、NTV でございます。今回は、もう映ってますが、はい、なかなかトップライダーズチャンネルとの、はい、コラボレーションです。はい、よろしくお願いします。マチロンメソンです。なかなかブラザーズと、はい、ニュートラル、NTV NTV どっちもニュートラル TV ってことですよね。そう、 NG ヘッド TV で、 でも NTV やな、ですね、はい、ニュートラル TV でもあります。はい、コラボレーションコラボレーションってことで、はい、ラガラガブラザーズチャンネルの方でも、はい、こう NG ヘッドへの、はい、1ダースの質問ってやつを受けて、はい、そっちの方も見てほしいと思っておりますが、はい、今日は、まあ、ウェポンだけに来てもらったわけですが、はい、2人でコンバット4を振り返るっていうことでやってみたいと思います。はい、2人ともリリックでは振り返るなとか、はい、お前だけしか見ないとか言ってる確かにそうですね。今日はちょっとね、はい、振り返ってみたいと思うんですが、いいものは振り返りたいいいものですね、はい、まあ全部見るのはちょっと、時間の都合であれなので、はい、今回はゼロ対アイチ、はい、それと、アームストロング対、コーンヘッドの、はい、2試合をちょっと見せてもらってですね、はい、2人でやいやい言えたらなと、はいはい、終わってから見た、その他の人も見ました、もちろん。あ、見た、はい、見ました、まあ、俺、なんかいろいろ思い出したくない言うたらあれやけど、うん、もう見てるだけで、はい、なんかもうちょっとドキドキしてくるような してきます、してきますだから、あんまちゃんと見てないから、はい、ちょっと、はい、まあ、初見じゃないけど、あ、なるほどですね。ちゃんとこうやって見るのは、はいはい、その辺をちょっといろいろ DJ 目線っていうか、はい、みたいなんで見ていきたいな。わかりました、はい、で、まあ見ていくねんけど、はい、ちょっと止めたいとことがあったら、はい、止めたりとか止めてもいいし、はい、しながら見ていきたいと思います、はい、ではゼロ対愛知。始まりからやばいな。イントロ上がり上がり系のイントロで、それはやっぱ後輩のゼロから取れたっていう意味ですね。いよいよアベマで初の DJ クラッシュ、コンバットの幕開けや横浜バッポイ愛知大阪のゼロにまくられた。よく見とけトゥーフェイス、それにまかよく見とけ港にサイバージ、夢見せる全国の同世代下克上開始。いいね、川崎市。なるほど、いきなりあれやねコンバットウエストを勝ち上がってきた、勝ち抜いてきたゼロがチャンピオンですか、ね、西のチャンピオンが、はい、コンバットウエストに出た、はい、その一緒に戦った仲間をいきなりこう ね、 そうですね、1曲目でビッグアップするっていう。だからこの始まりの先行って何でもできるところだと思う。いきなりミックスでバンバンバンってこうもう初っ端から行くのもありやけど、ゼロが選んだのはちょっと落ち着いて、まず落ち着いて俺の今この背負ってるもんを聞いてくれ、この気持ち や今日は下克上やっていう渋いな、うん、なんかこう言い出方やと思います。まずこれを言いたいみたいな。これそうですね、そこですね、そこですね。おいゼロだそこらの DJ と一緒にすんな、魅力はないかライトに浮かんだ。あ、無駄イカトラさん、この間にかこんなイカトラさん、スキルを教えてくれた横浜に感謝乗り越えたぜ、いつもダンサー DJ ピンがセレクターダンサー、アイついてきなよ俺愛知に、ゼロを殺すなお茶の子、薄暗い地下にも光が、砂漠にも一粒の雫が、天井に響く優しい歌ゼロが放つ、それっぽい
ょっと待っていいですか、はい、これね、はい、めっちゃ渋いし、めっちゃ渋い、ね、でもパッとなイメージ、うん、このスーツを袖通さず出てきて、うんうんうん、肩にかけてね、ジャケットで、俺も2人ともめっちゃ知ってて、ね、うん、ゼロなんかむちゃくちゃこう、うん、下積みを真面目にやってて、うん、昔っからもう高1ぐらいの時から歌いに来てて、で、愛知んとも昔やったことあるんですよ、うん、で、まあ、ゼロもこうブイブイ言わしてたんですけど、めっちゃ真面目なやつなんで、うんうんうん、愛知んの顔って不良なんですよ、バットなんですよ、マジバットなんですよ、わかるわかる不良顔やな、不良顔瞳の奥がな不良顔や、そうなんですよ、うん、バットやなっていう、でかいし、はい、やっぱ DJ バットかっこいいんです、そうやな、でかいからな、はい、迫力もあるし、うん、やっぱそういう演出、なんかこう自分のこう有利なとこみたいなのをこう使うの分かってるよな、分かってますね、で不良の時間だ、不良の時間、はい、いややっぱり思っとって絶対登場するやな思ってんな、ビビるまちゃんもな、いよいよ何が不良の時間、死に来た不良の自慢、クソがサイバー待ちしないが、俺死に来たすぎる自慢、誰よりもなバーター、今よりもここで多分もう愛知は不良トークで来るって、不良スタイルで来るってゼロも分かってるから、俺はそんな自慢をしに来てない、俺の自慢はスキルやっていう、多分そうやな、うん、もうそうやな、そういうことやな、俺のバット教えてやるよお前によ、でも愛知はあくまでスタイルのバット、悪ふるだけじゃ若いなあんちゃん、コスパで言うだけなら簡単、それが通用しない横浜の看板、若いなバッタ、普段は笑顔誰とでもだんだん、だけど仲間をディスした瞬間、てめえの顔は一瞬でパンパン、わかんだろ俺の大事なものには触んなよ、浜のドロスが教えてくれた、本当に強えやつは優しいんだよ、レゲエシーからのメッセージ、お前ももちろん知ってんだろ、連れが喧嘩に負けたら真っ先に相手をぶっ殴る、きっとやつらもやつらもやつらもサンプリングきたな、なんじゃまんのサンプリングこれはだから、うん、だから愛知んやからやってる、そうですね、浜の浜の兄貴のを、うん、こうやっぱ慕ってる浜のチンピラ言うたらあれやけど、そう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 、ね、いやでもいやそれが出てるよね、あくまでバッマンスタイル俺はっていう、渋いな、ちょっと今喧嘩するなら不良でしょっていう、いやちょっともう一回、本当に強えやつは優しいんだよ、レゲエシーからのメッセージ、お前ももちろん知ってんだろ、連れが喧嘩に負けたら真っ先に相手をぶん殴り、生きたやつが都を追う、不良の流儀というか教えてやるよっていうスタイルですね、渋い、さすがですね、まあでも俺はアイチー君の仲間はディスってないよ、アイチー君がこれさ、うん、ほんまに食らったよ、食らってます今、ほんまに食らってます、バーンっつってこれダウンまではいかなかったけど聞いた聞いたって言うて今のは聞いてるぞっていうやつですね、はい、左入ったーっていう、はい、いやこれは聞いてます、はい、やっぱり相手の曲がボスるっていうのが一番食らうようなダメージ、ほんまに、はい、怖いわダメージな、キングライフスタークルーとあらを読んだらついてくるただのおまけやろうってことは言ったけど、別に俺はアイチー君のことディスってないよ、アイチー君ちゃんはアイチー君の仲間ディスってないよ、ロープレイよ、アイチーじゃものだね、デッキ剥がれてくこの場で内心不安なんて、初スキルのなさがものばれ、ヒーローはもう止まれ、ジャパニーズレゲエの底上げ、ウィスペクトは忘れちゃねえけど、ぶちかましに来たここまで、ラマダムエリアのダンガーがもうバンボイタークのワンパーだ、アーティストとしてビッグになれない、成長できないピーターパン、俺はこっから上りをさらに泡なびでかい男やかなり、もう見たくない横浜の悪ガキの悪あがき、アイチー、わわわわ、これはカウンター、これがカウンターなんですよね、これ俺説明していいですか説明すると、まああくまでバッマンスタイルや、うん、クラッシュやから、
不良やって言って、うんうん、でも不良の流儀教えたるよ、うんうん、俺のことをディスろうが、うん、俺の仲間のことをディスるんやったら、うん、お前の顔はワンパン、パンパンやで、ね、ボスなんですよ、うんうん、でもその後にゼロが言った言葉は、うんうんうん、俺はお前のことはディスってるけど、うん、お前の仲間のことは一切ディスってないやろと、初めから俺は不良自慢なんか聞きたくないね、うんうん、俺のスキルを食らえってスキルを見せつけるそして見たくない横浜の悪ガキの悪あがきで綺麗に渋いね、渋いコントラクションしてるんすよね、なうまいっす、うん、いやちゃんとこうこの緊張感のあるステージでさ、うん、相手のリリックちゃんと聞いて、っていうとこもめちゃくちゃ落ち着いてるなと思うな、落ち着いてるっす、しかもその前に綺麗なやつ一発入れられてるのに、そうそうそう、聞いてんのに、聞いてんのに次同じやつ打ってきた時に返したみたいな、それで仕留めに来た時さっき見たっすね、それはもう無駄はねこれレベル高えぐい、よレース風呂もいい歌もうまい、胃も硬いけどなんか足んない、所詮はバイト辞めたいためにレゲエやってる哀れなバンマイ、そんなガキに負けるわけない、これは生きがい、これと生きたい、俺のためなら何でもできた、20年前から睨んでるらっしゃ、裸の歌詞が胸に刺さったその瞬間から俺は変わった、俺なくなった、金のためならとっくにやめた、愛があるからこいつにかけた、仲間がいるから信じてこれた、正真正銘俺はバカだ、口で言うのは簡単だから、結果残してあとは散る花、まさにここが少年だ、ゼロを殺して証明さ、ガンホールズとルーラー、いやいや、あのここはちょっとお金のお金じゃないよ、この音楽お金じゃないけど、歌ってる側がレゲエは金になれへんとか言っとったら一生死に止まったまんまやから、俺が教えといたるわ、俺は金も儲けれるしお金も大事やし歌も大事ってことは伝えない、ローロー愛知風呂が一辺と出れない地方のイベント、横浜以外でボスできないからおかわりないのが致命傷、一回大阪来た時も見てたら正直かわいそう、頑張ってるのにあられが出てきて全部かっさらうイベント、威張っていいなら威張らんでいいし、なんかあかんとか言わんでいい、この人の曲も聞かんでいい、この人の話知らんでいい、レゲエの先輩悲観的、音楽じゃお金は稼げない、俺がお前より稼いでやる、何度も夢見させてやる、一斉に、yeah、一斉にお前と一斉なるほどね、この金稼ぐ問題に終止符を打ったわけやだから あの前にやり合ってる曲をさ、どこで出すとか、うん、出すのか出さないかのかみたいな、めっちゃありますねなあ、はい、どっちが先出したんすかね、これはそのアイチンが先に、先出しはゼロもちろん でもこの今やり合いの時にはは、だから アイチンのリリックにゼロが、そういうことコントラクションで、その曲でコントラクションした、じゃあお金のトークでちょうどそれもハマったしっていうことやったんですね、なるほどなるほど、でそれにアイチンがどうか、6月行ってきた宮崎行ってきた、6月行ってきた岩手に行ってきた、ライフスタート一人であられと行ってきた、そん時のライブの撮りあられじゃなくて俺だよバカ野郎、エルセダウンホール、だからあられの二番煎じみたいな、さっきの攻撃に対して愛知は返した、うんうんうん、これはでももうほんま即興で言ってるよな、即興ですね、うん、なるほど、まあ、こういうフリースタイルでやってる、ロー、その時言ってきた、その時言ってきた、最後の鳥は愛知くんやけどきっとボスったのあられやで、その時言ってきた、その時言ってきた、
来た。でも先週来た時にじゃあ全て全く盛り上がらんで、なんでなんでなんで、あいつになんで。まだダメ押しの同じトークでまだ見たこともないのに、こういう嘘つくやつは本当どうしようもねえよな。嘘ついてねえよ誰に聞いたんだよお前。いや、きっとその時ボスんなのアラビアで、だからきっとじゃねえかよ、見てねえよ言ってんじゃねえよすぐに行く行け。レッスン My Big Gun フリローテ準備万端誘い金セット、玉なしボーイはそこで死んでろ、ヘラつくち野郎は切り取るベロヘッカー、揺れ動くシャドウ煙吐き出し空飛ぶスワロー、お前が掴めない俺のフロー、チュンとヤクタさんちは0と4度、校庭でドッジボールしてる間に見てきたラッパダブ、ヨーヨーシジュニアにファイアボール、ゴーヘッドファトディールボイフェイク、俺がブーツ一本の前で、きれいやつ握れば拳と、きれいやつ握ったマイリッコンがそろそろお前に火をぶっとく。 Hey boy 打ち上げプロペラウェイ、ヨーヨー横浜だけちゃうぞ、レジェンド温度はベアマンヨシロー、家トミーワイソン、マッポイピープル、ノイズで反応、上昇気流のイズレブロック、俺の生まれたの青春やん、ナチュラルウェポン、俺らのヒーロー、バットバインド消すピンポイント、ウェポンくると仇を今日は取りに来たぞヨーハンドーハンドーウェバリ。なるほど、そこで終わると。わー、そうなんすね、そういったことそうなんすね、終わるのかい、そうなんすね。まあだからもう十何年前になるか分かんないですけど、うん、横浜でやった時の俺と愛知人のクラッシュは一応その時はあの判定して、うんうん、俺が負けたってなってます。なるほど、だから最後に地元の先輩の課題を取りに来たぞっていう。なるほどね、そういうことか。その前に愛知人も地元の先輩誰山田君の返しもやばかったな。やばかったですよ、あの愛知人の曲のなんていうのクオリティもめっちゃ高いし、うんうん、いやさすがチャンピオン同士っていうかなあ、勝ち抜いてきたで、スタイルがこうちゃんと2人ともあって、うんうん、あって愛知のさ1行しゃべってまあちょっとあるパターン、うん、すごくあるやん、うんはいはい、あれ独特やな。ああなるほどですね、うん、俺間が怖いタイプなんで、あー詰めちゃう何でも、うん、もなるべく間を作りたくないタイプなんで、うんうんうん、いやでもあの DJ のレゲエ DJ 結構そういう人多いかもしれない。はい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 、オールドスタイルは結構間取ったりっていうイメージはあるかもしれないですけど、 なんかでも俺はあの最近はこう間を楽しみたい、はい、はいはい、楽しみたい引き算の美学みたいな。そう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 、はい、うん、いや面白い、すごいな。これが何分ぐらいに今のやったかな、8分ぐらい、8分、これ実際はだからこの倍ぐらい、ここから倍ぐらいはやってるところだな。これは続きが絶対見たくなるやつね。え、こっから集まっていきますからね、うん、そちらの模様はアベマ限定でフルバトル公開中です、はいというわけで、はい、ゼロ対愛知、はい、あのまだまだ物足りないもっと見たいですが、そうですね、今回は、このバトルを見させてもらったということで、はい、次回はアームストロングとコーンヘッドのやつを見てワイワイ、言いたいなと思ってます、はい、というわけで、NTV 今回はこの辺で、はい、ラブ